俳優の町田啓太が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ、テッパチ、毎週水曜夜10時から、初回15分拡大の第5話が、3日に放送された。女優の白石麻衣演じる冬美が町田演じる中に放ったとあるセリフが話題を呼んでいる。ネタバレありより大きい、完全オリジナル企画となる今作は、陸上自衛隊を舞台に青年たちの成長と熱き思いを書いた物語。未熟な若者たちが、現実の厳しさ、夢や希望、友情や恋愛、汗と涙など、日々壁にぶつかりながら、誰かのために命を懸けられるのか、自分がやりたい本当のこととは、と悩みながらも奮闘していく。バル、町田は、28歳の、やけっぱち、な自衛官候補生、国章中を演じ、その他佐野隼人、白石、北村一輝、佐藤寛太、時藤祐樹らが出演する。第5話では、空矢馬場、佐野、たち自衛官候補生と、WAC、ウィメンズアーミーコープス、と称される陸上自衛隊の女性自衛官との特別合同訓練が始まり、森下瑠璃花、山本千尋、八石崎奈緒、坂東のぞみ、ら8名の女性自衛官候補生が北東京駐屯地にやってきた。第1班の小倉、池田栄吉、は奈緒のことが気になる様子だったが、ほどなくして奈緒の妊娠が発覚。体調が優れない奈緒は、階段近くでバランスを崩し、冬美が身を投げ出してセーブ。しかし、その勢いで冬美は足を踏み外してしまう。中が駆けつけてかばうも、二人とも階段から落下してしまった。下敷きとなり医務室に運ばれた空が目を覚ますと、そこには冬美の姿が。中は、あんたならどうする？もし石崎みたいな立場になったら、いや、その前に、今をいるんすか？と一か八か冬美に尋ねる。冬美は考えた様子を見せるも、いたらどうなの？と突き放すように返事した。後日、中はトレーニング中の冬美と遭遇。自衛隊を辞める決断をした奈緒について話していると、冬美が突然、いないから、と切り出した。え、何が？と尋ねる中に冬美は、だから、いないの、とだけ言い放ち、その場を去っていった。中は医務室での会話を思い出し、男いねえんだ、と喜びをあらわにした。放送終了後、冬美が中に放った、いたらどうなの、だから、いないの、という二つのセリフが話題に。視聴者からは、ツンデレ最高、爆池冬美さんと激川冬美さんやばい、いないのって言い方可愛すぎない、鬼リピ確定、一度突き放したのにいないのって返事した冬美、これは脈あり、など多くの反響が寄せられ、中と冬美の今後の展開を待ち望む声も多数上がっていた。Thank you.